皆さんこんにちは、しゅうちゃんのぜーん。今日はフロントのブレーキが、っていうかブレーキね、前後とも固着してて、一回買った時こうウニウニして動かしたんですけど、うん、とにかく特にフロントね、これあのフォークからオイルが持っていて伝ってブレーキパッドにまでね流れ込んで、ブレーキが、まあ、しけてる状態しけてるっていうの、濡れてる状態なので、どうしてもつるっとして前に行っちゃうんで、今日はパッドごと交換、アンドね、あとピストンが1個どっちか忘れた、固着してて動いてなかったので、当たり面ね、これひどい状況なんですよ。なので、この辺の改善も兼ねてオーバーホールして、であとはパッドも交換していきたいと思います。まずはフロント。 This movie is provided by ガゼガレージ。そして本日のレシピです。まず、ブレーキパッドね。ブレーキパッドはなんだっけ、デイトナのゴールド、これね、ゴールデンパッドって新型が X になってるので、型番が6000番台、なんで日本語になってない、6000番台なんですけど、新型の X は9000番台なので、で、NSR の8050用、これのね、よく調べたら前期じゃない中期と後期は使えます。そういう情報がねネットに出てないんですよ。いいですか、 NSR の前期以外中期と後期は使えます。93年以降ね、なのでそれを目準になって基準に探していただければと思います。あとシールは、ホンダの純正にしました。社外品もあったんですが、社外品在庫なしということで、社外品だとね280円とか300円ぐらいで買えるんですけど、純正はやっぱ高いですね。というわけでこれを交換します。はい、でブレーキフルードはもう安いのいいっていうので、どこだっけ買ったとこ忘れた、なんとかのすげえ500円とか600円ぐらいで売ってたドット4のやつにします。はい、でラバーにはちょっと最近ね、持ってなかったの使ってませんでしたが、ラバープロテクタントかラバーフル、ラバーのなんだっけオイル、ラバーオイルを使ってください。でお約束のバースクリーナーはアストロプロダクツと、はい、以上のスタッフでお届けしたいと思います。ではまずですね、ミラーを外してカバーを外すためにミラーを外さないといけないので、これは社外品ミラーですね。よっ、回るかな、回んないかな、こっち先か、ガゼガレージ、残念、回りませんでした。風防つけてるんでこれね。はい、というわけで今回も始まりました、路上整備のダゼガレージでございます。はい、で今回は何をしたいかっていうと、ブレーキですよ奥さん。もうね、ほんとブレーキが効かなくて止まんなくてね、怖い怖い、これ早くどうにかしなきゃっていうことで、この前特にあのフォークからオイルが漏れててブレーキのパッドに染み込んでるのが分かったんで、もうこれは絶対に交換せにあかんということで、パーツを用意して今挑んでるわけです。で何を今やってるかっていうと、フロントのね、ハンドルのところに、フロントっていうかハンドルのところにある、ブレーキフルードのタンクにアクセスしたいので、そのためにこの余計なものをまずミラーとか外さないといけないと。でミラーを外すのにあたって風防を外さないとミラーが外れないというわけで、今風防を外しているわけです。これはね、あの標準じゃなくて後から付けた社外品です。はい、でこの風防が取れたらミラーが回ってくれるかと思いきや、今度はですね、スマホホルダー、携帯ホルダーがね邪魔して回りません。でこれね、六角レンチ今回いらねえだろうと思って持ってこなかったんですが、必要でした。はい、なんとですね、我が家は5階、しかも階段しかないんですね。なので、5階まで登ってこれのために行ったり来たりするっていうか、今回もね、忘れ物大王なので、何階だ、6階行ったんで6号30階分の階段は登ってます。もう嫌になっちゃう、ブレーキパーツクリーナーとかね、その辺忘れてたりとか、とにかく忘れ物が多い俺がこういうとこに住むと、まあまあ健康的で仕方がないと。さあ、そして工具が今スパナじゃ合わないのでレンチでやろうと。というわけで六角レンチを持ち出してくるくると回しておりますっていうか、ちょっと回すとあとスカスカなのね。
はい、でこのねカウルなんですけど、まあよくぞこんなにうまく作ったっていうか、かしめの部分とかね、うまく引っかかるように作ってあります。金型技術はすごい。でここね、このカウルがまた内が引っ掛けたって、今あこんな簡単に外れんだ、あれ前もっと苦労したぞと思うんですが、反対側行ってみるとやっぱりうまく外せない。さっきのは何だったんだ、ミラクルか魔法か、というわけで、前回どうやって外したかをね思い出したら、こうじゃなかったな、あそうだこっちだ、こうやってこういう風に引っ掛ければ外れるというのを思い出しましたというわけで、カウルが外れますと。このハンドルのカウルがね出ると、今タンク見えましたね。はい、では続いて下のブレーキホース、これキャリパーから、ブレーキのホースを外していきますと。はい、でも思ったよりねオイル汚れてるかと思ったら綺麗でしたね。はい、で本当はねこのワッシャーもお乳に交換しなきゃいけないんですが、はい、今回はリサイクルで参りますっていうか、結構さ高校生の時こんなもん買えないからね、売ってる場所もよく分かんなかったり、お金も1円でもケチりたかったんで、よく買えないでやってたけど、トラブルになったことないっていう、そんなこと言っちゃいけない。はい、皆さんね、良い子の皆さんは買いましょうっていうか、買いましょうっていうよりブレーキパッド残量これギリですね。2ミリはないとって言われてます。溝はまだありますが、厚み的にはもうアウトな世界と。で関係ないんですけど、タイヤね買った時から茶色いんですよ。なんでこんな茶色いんだよと思って、ブレーキパーツクリーナーでなんとなくこすったら綺麗になりましたっていうのが言いたかったと。さあで今ね何やってるかわけわかんない変な絵面なんですが、上のフルードのタンクを外すと、下から液が出てくるっていうのをね表現したかったんですが、なんか失敗だなこれな。はい、で今蓋開けた時にね白い粉パーッと飛んだの見えたでしょうか。これねもうアルミが完全に腐食した後ですね。はい、で今蓋を開けると下の方から液がちょろちょろちょろとこんな感じで出てまいりましたということです。でね上のこのラバーの中にね、何これ、なんでこんな水だかオイルだかよくわかんないもんやゴミがいっぱい入ってんだろう。これは横から持ってたのか何が起きたのか、とにかく不思議な状態でございますと。はい、でまあこれをね綺麗にしましょうと。綺麗にしたのはいいんだけど、このアルミのね腐食したやつが、まあ、粉っていうのかな、固体がね こびりついちゃってるんですよ。でそれを爪でガシガシしながら剥がしてね、なんとか使える状況にしましょう。さあそしてここもねデコボコしちゃってるわけですよ腐食して。でいいのないかなと思ったら、そうだパッドがあんだって言うんで、パッドをですね、平なもんの代わりにして紙やすりでここの面を出していきますと。はい、でそしたら今度はブレーキですね。はい、バラした状態で見ると、切っちゃねえ切っちゃねえはいいけどどうしよう。まずねパッドを広げて、何しようとしてんだっけ、あパッドを外したいからまず広げてみようと思ったら、広げたって取れやしないと。リアのブレーキと違ってね、これなんか特殊ってわけじゃないんだろうけど、このフロント側のこのネジでパッドが落ちないように止めてるのかなと思いきや、あれここじゃねえじゃん、もっと他のネジ下の方っていうかな、内側の方にねやはり六角ヘキサゴンでついてるネジで止まってました。またこれが硬いのなんのって、分かってればね、本体についてる時に緩めたんですが、もうこの状態ではない、非常に大変と。まあなんとか外してんですが、取れない取れない。でなんで取れないかっていうと、もう揉んだりね液かけたりいろいろやってるんですけど、根本的に、ネジの根元が膨らんじゃってて、錆びてね錆びて膨らんでて、これもうネジが動かないわけですよ。で今その錆びてる部分に、潤滑油をかけて、細い棒をね、まあ、六角レンチですけど押し当てながら、こう無理やりズリズリ出そうとしてます。あ片っぽ出てますね。こうもう片方がねかなり太っちゃっててね、もう出ないんですね。はい、でやっとで出たらお掃除してみました。はい、さあ続いてシリンダーを抜きたいと。一応ね圧かけてムニュムニュってやったら片っぽはね出てきたんだけど、今やってる方じゃない反対の方、こっちが全く出てこないので、まあついでに奥義指抜きっていうね、これも何ていうのかな、潤滑油をねここのラバーのとこに染み渡らせてあげる。こう一回入れて、でこう滑るようにぬるぬるって、ほらピストンできるようになると、あとはスポーンと行くんですけど、ちょっと待ってね、力結構いるんですよ。せーのいい感じで外れました。はい、これが気持ちいいですね。はい、でピストンはね錆びてるかなと思ったら全然錆びてないで、結構程度いいじゃんと。
で、もう片方ですが、これはもうビクともしません。ウォーターバイスプライヤーで挟んでコジ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 して、多少は出てくるんですけど、もうこっから出ないんですね。はい。で、出るとこまで出たら、ラバープロテクターとか、まあ、シリコン系、あとラスペネなんかもいいですね。シリコンをかけることによって、まあ、動きをよくしてスルッと行かせたいとこなんですがね、こう固着したやつがなかなか言うこと聞かないんですよ。で、少しずつね、動く範囲を増やしていくって感じで、何回かに分けてね。はい、抜けましたね。ちょこ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 やって、うわ、この泥汚れ、何これ、この汚れが固着の原因だったのかな。まあ、とにもかくにもね、2つともシリンダーが、あれ、ピストン、シリンダー、どっちだ、わかんない。まあ、これが錆びてなくてよかったとね、何よりですね。はい、本体もね、まあ、色あせてはいますけど、まだまだ元気な状態と。さあ、ここでね、オイルシールを外していきます。ここで出てくるのが、オイルシール外し専用のね、この先っちょがね、微妙に曲がった専用ツール。もう使うってね、こう使い方次第なんですけど、クニクニってやるとね、こうピコッとという感じで取れるわけですよ。これがなかなかね、便利なんで、ぜひとも皆さん一家に一台は欲しいとこかな。はい、というわけでお掃除して、こっちのゴム系だ、ゴムも外して、みんな何でもかんでもお掃除してまいります。はい。で、こちらね、中にあった古い、グリスを取った後は、このシリンダーじゃない、なんていうの、棒、ガイド、わかんないけど、錆びてる錆を落とします。ね、錆がいけないんじゃなくて、錆びるとね、太っちゃうんですよ。で、太っちゃうと通らないと動かなくなっちゃう。これが固着の原因になるので、この錆びてる部分をね、削って、まあ、これで動きが阻害されるのを防止しますと。というわけでひたすら磨いてるわけですが、皆さんはだいたいこういう時何番使うでしょうか。俺はね、800番とか1000番よく使いますね。物にもよりますが、どうしてもって時は240番ぐらいで研いでから、1000番ぐらいで上げたりします。さあ、なんて言ってる間にブレーキパッドを装着してまいりました。さっきの棒ですね。この棒がほんと太っちゃっててね、これどうにもなんないんで、240だったかな、かなんかで削って、今度はスルッと通りますね。はい、こっちももう一本もスルッと。あ、やっぱ太ってんのと随分違いますね。はい。で、この、プレートですね、ちょっとね、構造が複雑なんで、なんかどうなってるかがよく分かりづらいんですが、このプレートを止めるネジで、外側のプレートを、外側のキャリパーを、ガイドしてると、なんのこっちゃ、という形になるんですが、はい、で、これで締め込みますと。というわけで、なんとかかんとかオーバーホールの完了です。いやー、嬉しいな。さあ、完成しました、ブレーキキャリパー。このガイドの動きの滑らかさ、これでパッドが綺麗に両面で当たってくれるのかな、なんて期待をしながら装着に参りましょう。外は雨降ってきたんで、ライト焚いて軒下じゃない、ベランダ、なんていうの、入り口人来たら困るんだけど、こちらに移動しました。
漏れたのちゃんと掃除したよ。はい、今回はブレーキフルード、ね、フルードとあとパッドの交換いたしました。リアはね、一応フルード交換だけですけど、動きをね、一応チェックして多少良くなるように、水根ルブじゃねえ、何だっけ、水根ルブか塗っておきました。で、フロント一応オーバーホールしてパッキンも交換しました。で、ブレーキの効き具合なんですけど、ちょっとね、走ってきてテストして、本当まだ1キロも走ってないんですけど、やばいっす、今までの3倍ぐらいが効きます。で、これ結構ね、びっくり、で、まあローターはどうだろうね。やっぱね、オーバーホールしてピストンで片っぽ固着再生してたんですね。で、片っぽしか動いてない状態を、まあ、多少動くようにしてただけなので、まあ、そういう意味でもオーバーホールが効いてるのと、あとはパッドですね、根本的にパッドが全然で、リアは、軽くねメンテしたんですけど、全然効き変わってないので、根本的にパッドが違うとこんなに違うのかなということが今回の感想でした。はい、というわけで、こんなことやってますんで、よろしかったらまたぜひとも見に来てちょうだいな。それでは、バイなら。